イエイイエイイエイ、はい、大阪にはマイマンがいっぱいあるんやで、たこ焼き餃子お好み焼き10時45分発豚まんこだよ。はい、そういうことで3泊4日あちこち遊びながらたこ焼きを食べまくっていきたいと思います。イエイ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 、じゃあねー、じゃあねー、ここ見てよ、ほら転ぶよ。帽子持ってきたの？何怖いって言ってんの？自分で降りたかった。僕おいで、ゴトゴトゴトンゴトゴトゴトン。これハンドルがいつまで持つかね。開幕第一航站の新航站。Also Please remain seated until the bus comes. ドーン！テテ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 。ココミ、こけないでよ。おい、こけた。頑張れ、ココミ。ドーン！3番です。若干狭めのさあ、ここ見寝てますけど、旅歩き開始です。まずは定番通天閣の近くに行ってみます。ハリバチ9丁目、ハリバチ9丁目、うん？じゃんじゃん横丁、たこ焼き食べ歩き食い倒れツアーなのに、最初の店は串カツです。腹減りすぎてっていうね。もう行列できてます。時間は4時。すごいね。いや、ええかつでーす。じゃあ乾杯。うまい。はい、あっちかね、これ。おいしそう。これ、フーフーして。うん。うまっ。うん。シャクシャクコリコリしてるわ。甘めの味噌がすごい美味しい。
ザクシカブでいきます。くしかとサンドあるからいいか。え、待って、ダメでしょこれ。これダメ。え、なんか前とのコミ引いたのあったし、これどう。エキガムです。美味しい。まあ、安い牛肉だけど美味しいわ。何が売ってるわけでもないから。売ってないからね。生食べていい？食べたい。じゃあ一口目はいただきます。もちもち、ね、ほぼ食感プラスタレだから美味しさだね。中の食感、具材の食感プラスサクサクにタレが絡むんですね。ささみ生姜揚げたてで。めっちゃ美味しいねこれ。ささみ生姜すごい美味しい。大きいエビだね、ここにね。将棋と囲碁ゲームしてるんだよ、みんなで。面白そうだね。楽しそうにしてるね。やってみたいね。おちゃんやんないよ。ここもやりたいの？やりたくない。やりたくないの？ここにも大きくなったから。大きくなったからやんないの？強かったよ。たこ焼きカンカンかな。こっかな。ここだ。記念すべき第1箇所目。出してください。マヨネーズつけますか？お願いします。うんさんマヨラーですので。ここで食べる。あたこ焼きだ。ちょっとここみは暑いからしばらく食べれないけど。動いてる、はい、動いてるねこれ。ここみうにゅうにゅうに。じゃあまだ暑いわ。ゴミやってあげる。これ食べたい。これ食べたいの、うん、はい。あゆー、おいしい。じゃあ1個目いただきますよ。熱そうだね。あとはうまいね。美味しい。何この中のトロトロ感。顔出しパネルだ。はい、撫で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 。ちょっと熱々だけど。あ、落ちるし。おといて、でこさせ。持ってて。ああ。これがどううまいのかまだ分かんないけど。とにかくうまい。中がなんでこんなトロトロなんだろう。ちょっと割って食べてみよう。割ってしか食べれない。なんでこんなにトロトロでまとまるんだろうね。すごい。じゃあお母ちゃん行くからこれ食べて。これ食べたら行ってあげる。うん、美味しい。もちもちとろとろ。熱いの？なんかちょっと熱いんじゃない？だって一番最初に置くんだ。あっという間に完食。
これがあちこち食べ歩いてどういう風に美味しかったのかがね、うまい。多分どこも美味しいんだろうな。ダメ、ココメ、ココメ、ココメ美味しい、美味しい、美味しかった。結構ここ表面はもちもち系の、だしの風味もそんなに強くないけど粉が美味しいよね、単純に。あ、通天閣です。ニカニカって、ニカニカゲイは、ちょうどいいので、いいなよ、はい、これね。あら、ここに、ありがとうございます、ありがとうございます、ここにありがとうって。お嬢ちゃんプラスね、お嬢ちゃんは、あら、ね、あら、ありがとうございます、ありがとうございます。これ見せて、それ見せて、それビリケンさん、いただきます。いただきます。痛い、体食べられた、おいしい。ではね、はるかさんのね、もう一回止めます。はい、お願いします。あの、山ちゃん知りませんよ、たこ焼き屋さん、たこ焼き屋さん、どこだろうな。ほら、これ上見てみな、ほら、阿部のハルカスだよ、高いよ、高いよ、ここみ、今日本一なの、はい、山ちゃん本店です。何にする、ごま油塩だって、何もつけずそのまま回る。ベストとヤング半々とかできるんですか。じゃあ8個で半分ずつお願いします。はい、すぐその辺で食べます。ここみ、ちょっと待って。はい、山ちゃんたこ焼きです。ここみとこれ食べないでしょ。あ、すっげえ、皮がなんか中空洞みたいな感じ、すごい中暑いからねって言ってたからね。 あ、香ばしい。なにこれ、たこ焼き、なにこれ、ここみやめさって飲み物みたい。ちょっと衝撃だね、これまたさっきのと全然違う。さっきのは理解できるたこ焼きだったけど、あっ、こは香ばしくてサクサクなのに、中がすんげえ、なんかもうジューシーって言ってくらいだよ。熱々すぎていまいち味わかんないけど、なんかこの存在がすごい美味しいね。どうやって焼くんだろう、っていうかあのバイトのお姉ちゃんと焼いてるのかな。そうじゃん、味がわかんない。なんかおばちゃんとお姉ちゃんの2人だったよね。あの2人がこんな美味しいたこ焼き作れるのかな。なんかこの皮の香ばしさがさ、ソースとマヨネーズと出会うとすっげえジャンキーな感じになるよね。なんかソースがまたちょっと変わってる、うん、いや、めちゃくちゃうまい。食べていいの？譲ってくれたかと思った、その手は。いや、美味しい。これは絶対食べれないね、北海道じゃ。作れるのかな。ゴミ美味しいわ。食べたい。食べたいの？超暑いけどね、ゴミ。美味しい、ゴミ。美味しい？食べる？ちょっとだけ。それが難しいんだよ、ゴミ。トロトロだけでは渋いね、ゴミ。串カツ意外と食べてからさ、お腹いっぱいかもと思ったけど、全然なんかすげえまだまだ食べたくなってきた。恐るべしたこ焼き、一旦暗くなってきたよ、夕方になってきたよ。さっきよりなんか暖かいから、風が
難しいな、ここみこれ手つないで改札通るの。ご乗車ありがとうございます。この電車は線路中央に玉出に着きました。はい、会津屋です。ちっちゃかったする？何それ？ちっちゃく、ちっちゃいの？うん。ネギ焼き？ラジオ？ネギ焼き？たこ焼き？じゃあ普通のたこ焼きから行こう。すごい可愛い感じ。これ何？なんかコフコフっとした感じ。ああ。なんか大きさがちっちゃいからさ、よりなんか香ばしさが引き立つの。これがネギ焼きだっけ？肉の風味が噛む前からする。なんかネギ焼きの方が出汁のパンチが弱まるというか、ネギの風味と普通の方が好きかな。これがたこ焼きの原型って呼ばれるラジオ焼きで、じっくりと煮込んだ牛すじ肉とネギの旨味とコク。タコ入ってた。ちょっと牛丼っぽいっちゅうか牛肉の旨味が、カツオ味、ネギ味、牛肉味みたいな感じの。とかタコ、あ、これなんか落ち着く味だね。なんか懐かしい感じ。おいしい？タコ好き？タコおいしい？タコおいしい。タコだけ狙って食べる女。これやだ。おこび、それも一緒に食べんだよ。それも一緒に食べないと。タコ焼きになってタコになってるよ、このタコ。なんだ？ひどい、ここみ。これタコ入ってるやつ？ちょっとここ、タコだけ食べるのやめてくんないかい？あ、おいしい、このお腹いっぱいになってきた。おいしいよ、待って。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。これ食べて。なんかこれ21個セットとかさ、24個セットとか売ってるのか分かるよね。パクパクって感じだね。山ちゃんほどぐわーっとテンションは上がらないけど、しみじみ美味しい。はい、ごちそうさま。パパ、ごちそうさま。ごちそうさま。手合わせてちゃんと。はい、せーの。ごちそうさまでした。肩外れるよ、あんた。肩パキッと外れちゃう。千日前真中です。
これはここで買って持ってくのかな。はい、どうぞ。はい、どうぞ。どうですか。はい、開けて。どれがどれだろう。これが普通？これがソース？うん、普通。開けて。じゃあいただきます。トカメの。うん。トカメ食べて。いい。なんかすごいシルキードロッとしてるけどすごい滑らか。ここのね、タコスの100円でリーズが100円なんだ、うん、安いね、2個入ってもこれも500円でしょ、うん、こんだけいろんな種類が入ってこれなんだろうね、何味かよくわかんないけど、なんか割とあれだわ、完成された味系だわ、よく儲かる味がする系安定感のある。どうタコせんは美味しいよ、うん、マヨネーズとエビせんしかこのマヨネーズじゃないか、餅みたいに感じた。それが普通のたこ焼きの中身を押しつぶされた感じなの。これポン酢かな。あんたネギだけ食べてんの？ポン酢です。うん、すごい美味しい。ネギやだ。ネギ。あっさりしてる。ネギやだ。ネギやだ。ちょっと安定感あってごちそうさま。ごちそうさまだ。ごちそうさま。はい、わなか美味しかったです。なんかここが一番ザ・たこ焼きって感じだ。じゃあ今日の締めは日本一、大阪で一番美味しいたこ焼きくんで。マヨネーズかけ放題で。ママはこれ何？たこ焼き。たこ焼き。たこ焼きバンザイ。バンザイ。バンザイ。君に会えてよかった。歌って。死ぬまでハッピー。父ちゃんずっと。すごい天かすが浮き出てる。まず何もつけずにちょっと行ってみます。これ焼くの難しいだろうね。あ、天かすの香りがすごい。あ、香ばしい。山ちゃんとかの自然に皮が香ばしいっていうより強制的に香ばしさブーストみたいな甘みがすごいね。じゃあソース付きいってみます。ソースありの方が美味しいよ。ここなんかソース変わってる。ちょっとソースがちょっと変わってる。シンプルなソースだけ。サンキュー。なんかさ、駄菓子屋っぽいよね。駄菓子っぽい味が。親しみはある。7個で280円。値段も安いよ。写真？はい、髪こっち向いて。いけた。へへへ、おじのおじちゃん。食べんの？食べないよ。全然取れてません。せーの、手を合わせて。ごちそうさまで
てる。少し買い行く。食べてよ。よしよし。もうちょっと我慢しよう。やだ。行こう。じゃあ何？